ファンディング新しい未来をつかみ取れなんか先ほどの話で、はい、まあ日本の,このアートに関してはそこまでこうなんか産業市場主義があのはびこってなかなか海外と比べてもあのまあ成長してないんじゃないかっていうご指摘があったと思うんですけどそれであればなおさら日本で日本のアーティストが活躍できる社会をこの,あの国で 開催するっていうのも、やっぱりあるんじゃないのかなと思っていです。うん、まあ、あの、私が一番思っておりますのがね、まずはいい素材を、あの、発掘しなければいけないということでございまして。そういたしますとですね、やはり一回この海外のそういった、あの、市場に出してみて、そこの、あの、審査といいますか。そういったものをくぐり抜けないとですね、まずちょっと使えないんじゃないかと、言ったようなことでございます。そのハワイの個展の、そのキュレーションをクリアできる、っていうレベルっていうのは。 例えばじゃあそこら辺の田舎でおばちゃんが絵描いてるとします。それがすごいいいもんだったら通るんですか。それとも日本である程度もうすでに名前が売れている人じゃないと通らないんですか。私は実力さえあればあの日本の履歴は一切関係ないと思っております。というのは日本の履歴って全然使いませんので、向こうに出しても全くあの参考にもされません。つまりとこ日本で有名じゃなくてもそこの海外で拾われる可能性があるっていうことなんです、ね。もちろんあります。はい、たくさんのアーティストの方がいっぱい出てきて、お,、まあ、お名前出してあのいろんな作品 あの出されったと思うんですけど、はい、ああいう方々っていうのはあれは本職なんですかそれとも違くていいやや趣味でっってるる方もいらっしゃほとんどがまあミッドキャリアーといういわゆる中堅どころの方でございましてまあセミプロ扱いの方ですねですからそれなりの収益を稼げばはいらっしゃるんですけどじゃあそれ一本でフルタイムで食っていけるかというとそういった方、まあ本当に一人か二人かなっていう感じはいたします。 正直、現代アーティストっても思い浮かべる限り草間弥生ぐらいしか思いつかないんですよね。そうですよね。まあ、はい。おしゃるギリギリあのカボチャぐらい、ねまあ、そうですよね。おっしゃる通りですだから、はい、まあ全く、まあその例えば、そのね、バンクシーとかアンディ・ウォーホルとかそういうレベルになってやっと海外アーティストも知ってるぐらいで、そうですよね。の、なんか全くこう想像つかないですよね。私も同じレベルです。はい。はい。だから、そういう人たちが今後要は アメリカで一回直って日本に戻ってきた方がいいんじゃないかって考えてるってことなんですかね。まあそういったまあ名るというですか評価を受けてとにかくそういったところでのです、ね、基準ですねをクリアしていただこうとそうじゃないとだめだというようなことでございます。うんうん、要ははこれイイベントト協賛お願いしますすう意味なんですかねリリクリエイト株式会社代表北川てっぺい、うん 姫路を拠点に万人受け断固拒否の精神で本川にこだわるレザー事業を展開教育ウェブ社会福祉と拡大を続ける情熱のルーツは応援団職人たちと地場産業をエンパワーするローカル実業家のトラが志願者に熱きエールを送る いまあ、ではない,ないです、はい、あのですから、あのこのご投資があってもなくても展示会自体はあの行わせていただきますがやはりあの参加者の,この、まあ、参加のハードルをがーっと低くするために参加費を半額にしてもうどんな方でも出ていただけるようにするために才能さえあればということですねあのそのために使わせていただくというようなことでございますなのでイベント協賛で捉えちゃってるんですかねあそういうの協賛で言っていいんですかねすみません、失礼 <laughs> <き>いたしました。 これ視聴者の方にも分かりやすいようにリターンの説明してくださいって言った時に佐々木さんの説明では多分虎の5人はまだ理解できてないんですよ。虎、はい、にはどういうリターンがあるのか、はい、もう金銭じゃないことは分かったんで。はい ももう一回ちゃんと伝えててらっいいいいですかはたしましまそれではあのちょうどこ,のこちらのお渡しさせていただいた資料にあの2ページですかの方に書いてある通りなんでございますがまず一番大きいところは当然この一生懸命その優秀な世界レベルで通用するようなアーティストさんというのを発掘してまいりますのでその方の情報をあのコンフィデンシャルで提供するということこれが第一点であともうあいくつかございますがもう一つがです、ね、本当にこれ誠意というぐらいのものしかないんですけれども。 も展示会自体のネーミングライツを差し上げますのでどうぞお好きな名前を付けていただいてですねかつあの展示会の講演者であるということを公式に歌っていただくということでまあ御社のですね、まあ、イメージアップ等々に、まあまあ、若干でございますけれどもお使いいただけるのではないかとあとそれからあのディスカウントあ原資をあご当いただいた分ディスカウントに回しますのでそのディスカウントの恩恵を預かったアーティストさんにも何か返していただこうということでですね展示会が終わった後に作品を是非リースしていただこうじゃない かとといいうことでございますでリースの価値というのは非常に難しいんですけれども、えー、ちょっと前後して申し訳ないんですが実はこちらちょっと、えー、後でお見せしようと思ったんですがこれですねあの前回あの、えー、あの展示会に出ていただいたアーティストさんの えっと作品の一一例ですでこれをですねあのリースした場合に普通リースだと複製のものだと思うんですけれども、まあ、ちょっとその辺は置いときまして大体この大きさでだいたい月2500円とかそんなもんでございますあとですね、えー、っと一つこれは皆様への直接リターンということではございませんが、えー、実はあの収益表のですね投資あり最大というところをちょっとご覧いただきたいんですが。 ここでですね、皆様からのご投資をいただきますと、まず参加費を半分にするということで、単純に想定のマックスの売上が半分になっております。で、そこからあの経費を引きますとですね、私の収益も実は下がってしまいます。で、要するにその皆様にお金を出してくださいと。 でなんとか半額にしたいんだというからには私の方もですね自分の身を切る覚悟でやらせていただきたいと思っておりますので、まあ、そこのコミットメントの部分を少しご理解いただければというふうに思っております中盤戦トライのリターン内容をうまく伝えられない状況に主催岩井が表情を曇らせるこの空気を変える一手を繰り出せるか それをしていいただくく意味がちょっとよわかないんんなですどうしても半額にしたいということですそうするためにはですねもちろん半額のリソースを全部出していただければいいのかもしれませんけれどもま具体的な数字はちょっと控えた方がいいということですけど、はい、投資がなくても売り上げ上がって利益上がるじゃないですか。はい、ってなったら、まあ、入っていただけるその、まあ、入っていただくその売り上げによっては別に半年にもできるんじゃないですか。その まあ半年にしても収支が取れるんじゃないですかあのですね先ほど申し上げてますように残念ながらキャパシティが決まっておりましてどうやっても売上がこれ以上上がらないんですでも利益出てますよねこの収支はいまあですねでも私一人やってるからこうなんですねなかなか不思議な感覚ですよねだから僕たちが投資すると、えー、佐々木さんも儲からなくなるっていうことですよねええですけどそれは佐々木さんのその 皆さんに出してもらうんで私も体を張るんでそこを評価してくださいって話なんですよね。だけど払えばその佐々木さんがもからなくなるって異例の展開ですよね。<laughs> でもそれによってかぶせない方がいいです言葉をすいません、うん、それによって多くの人が参加できるという、はい、だからアーティストの、まあ、参加の士気を低くするという意図があるわけですよね。ありがとうございます だけどこんな6万円を3万円にしないと参加できない人がそれが優秀なアーティストなんですかね身近な人が評価してればそのくらい出すよとか、ね、見てる人がいればその、まあ、本当に絵しかできないってねことなのか本当にすごい人だったらいい作品を持ってればそのくらい自分が出すよって身近に1人か2人くらいいるんじゃないか3万円にしたらそんなに世に出るのか。 で思っちゃいます。はい、でお答えさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、あの第1回目の展示会やりまして、短目でお願いします。いはい。<laughs> いろんなあのアーティストさんと会いました。でやはりですね、もう非常に才能を持ってらっしゃる。だからまあ展示会に出れたわけですけれども、いわゆる審査がございますので。 それでもお話聞いてみますとですねもう本当にお金に困っているっていう人がやっぱり数多くいらっしゃいました、まあ、6万が3万でたった3万しか違わないのかもしれませんけれどもそれでもやはりあのあのそういった方にはですね大変意義のある価値のあることなんだろうというふうに思っております。 その子供の展示会みたいなノリなんですか。これは、あの、要するに。六万払って、そこで絵を売ったりとかして、収益を出すために。このお絵か絵描きさんたちっていうのは、多分仕事をされてるんじゃないんですか。それとも、ただ趣味で描いてるものを、ただみ,みんなに見せたいから、六万払ってるんですか。それは、あの、アーティストに対する質問ということで、よろしいでしょうか。かそうです。要するに、要は。 そのアーティストさんたちの温度感が分からないってことこです例えば子供が描いて小学校に貼りますこれは誰もお金を払う必要がないし見に行く人もお金を払う必要はないですよねけれどもお金を払ってその個展に出すっていうことはそこから何かしらの要は利益がないと出す価値ないじゃないですかだって自分で絵描いていいだけじゃないそれでインスタに載っけてればいいですよねだからそこで要は絵を見せるってことはリアルで見てもらってそこのハワイにいるお客さんたちが自分に興味持ってもらって何なら次の絵を買いたいあるいは 6万払って出してそこで10万の絵が3枚売れて利益が出るから出すわけですよね。てかそこの温度感が分からないんですけど <laughs> じゃあなんでその人たち出すんですかってなります。はい あのこれですね、私の方からですね、あの、えー、ご回答申し上げるよりもですね、実は今回このまあこちらの絵の作家さんなんですけれども、あの第一回の、えー、展示会に参加をされましたアーティストさんこちらにお呼びしておりますので、そちらのあのアーティストご本人から答えていただくというのはいかがでしょうか。いや素晴らしいです。はい。なかなかじゃあちょっとしてもはい。じ、は、ゃ、い、あ僕呼んできます。はい。お願いします。はい、えっと一応アーティストとして今。 あの活動ししししててまままますすす元子小山田と言いいめましてよろしくお願なぜそういうところにお金を出して展示するかということはやはり自分の作品をやっぱり世界の人に見てもらってそれでより自分も作品のスキルアップをしていきたいそのためにあ,のあえて高い参加料を ほとんど25万とかそのぐらいかかるんですけどそれ以外に作品も描くためのお金も必要だし搬入搬出も必要ですから、まあ、ざっくりと倍はかかるんです25万の倍。大きな展示会に出すとあのやっぱりそれなりの人じゃないとやっぱり出せない状況があるんですねギャラリーを通してとかいろいろ含めてですけどだからそこでいろんな作品に自分も触れて自分ももっと素敵な絵を 変えてていいいいきたいとういうふうな思いで出してます私は、はい、あのその温度感の問題で要するに、はい、あの例えば何でもいいですけど、はい、野球趣味でやってる人がいたとするじゃないですか、はい、その人たちは別にプロ野球選手じゃないですから、はい、試合に出る時は自分で金払って試合に出ますよね、はいで。けどプロ野球選手っていうのはスポンサーがついて、はい、それは見せ物として工業としてやってるわけですから私はうんとお金をもらって試合に出ますよね。 試合をしたいですね。したいんですよね。それしたんです。けどする前にみんなプロ野球選手になる前にアマチュア野球選手の時は親が金を出して、ね、教わって、はい、でお金を出して草野球大会に出てやりますよね。だそれは普通のことですよね。そうですね。はい、でそれの段階を今踏んでる途中。 はいっていう風うに捉えていただいていそうです。だからその温度感が要するに例えば当たり前ですけど、みんな最初はお金を払って物を習ったりとかお金を払って自分で試合に出たり大会に出たりして名を上げてプロになっていくわけですよね。ねお金をもらえる立場。そうですね。だからその途中だからでお金がないっていう話なんですか？はい、いやお金うんそうですね。あのそれだけ <laughs> あの皆さんが多分想像している。 以上にお金がかかるんですね、はい、だから私もあの個展もしてますしいろんなところに出して海外でも作品を買っていただいてますそれなりの収入はありますけど、はい、その収入では普通の多分サラリーマンの人はどの程度収入を得てるか知りませんけどそのレベルだと思いますうんなるほどだからまあから少,しで少しでも援助助があったら助かりますすうですねうこれ1回目の半額ってことですよね 藤野コーーポレーション代表大阪一生まれ育った町池袋で飲食事業を展開ここでタンポポを意味する社名に込めるのは丈夫な根を持ちアスファルトに花を咲かせるほどの生命力飲食業界の雰囲気が未来への綿毛を世に送る新たな風を吹き込む、はい、今回50万円ここで出た時に、はい、3>, 3回目やる時に 2>, 2, 2回目 3> 3回回目目ですす、はい、は元に戻すような あのもしも何もそういったご援助というかご援助ごめんなさいご投資とかそういうものがなければ戻さざるを得ないと思っております。ってなるともうこれ一回限りのこの50万円の,、まあ、そのた助かる人というかあの応援 できる人の人数って大体どれぐらいなんですか。あまああのマックスでおそらく18人とか20人ぐらいかなとキャパシティから逆算してですね。じゃもう本当に単純に3万円の援助を18人に対してするっていうような感じですよね。まあそんな感じになるかもしれません。ね、はい。はい、ありがとうございます。 不思議なもんでハワイでやることによってモトコさんは渡航費を自分で払わなきゃいけなくなるわけですよねあの現地に来られたい方はそうですでも皆様が現地に来られるわけではありませんししかも彼女も次に出るかどうかは分かはりません渡航費2人分というのが佐々木さんとモトコさんの違いますあの別のスタッフでこ英語を話せる人間連れていかないとちょっと使い物にならないもんですからあじゃあ2人でいきますはい 首都用途の50万がこれあのこれの佐々木さんのお金なのがすごいなんか変に感じるんですよさっきから共産料だっていう話してんるのにこれ結局、自分たちのこう渡航費なのこれみたいなに見えるんですけどあ、はいまあ、たまたま同じ金額になってるだけで、まあ、あの場合によっては余ることもあろうかと思いますそういった場合には余った分はリファンドさせていただこうというふうふには思っておりました。ということで、まあ、私のポケットに入れることではないということをここまで今井社長、いかがでしょうか。 うん、なんでこんなに僕の気持ちはもやもやしてるんだろうっていう感じなんですね。<laughs> はい、わかんないです。佐々木さんの受け答えです。200人以上志願者の方が出られて、多分一般的に見ればとても流暢に話をされてる方だという,ふうに横にいて感じるんですが、皆さんが。 佐々木さんの言うことに関して対してですよ共感する隙間がないというかうん余地がないというかもっと言うと佐々木さんはこのコミュニケーションで僕に近い59歳までどうやって生きてこられたんだろうって。まあ海外仕様なのかもしれないですけどね。 まあ、あのよくおしゃべりになられるなと思うんですけど結局、まとえない部分が多すぎてあのどうしても三、ね、段銃を受けているような感じに受けちゃうんですがまあまあ簡単に言うと端的に一言で言うといいと思うんですけど、はい、まあ要するに協賛してくださいということでいいんじゃないかなというこのグダグダがいいらんっていう感じで小、ねはい、<laughs> 山田さん山田さんレベルになってもそのハワイの個展で半額で出すことに魅力感じるんですか 私魅力っていうかそけどそこはもうなんかこれはちょっとビ,ビジネスとちょっとアーティストとまたちょっと金銭的なことがちょっと違うと思うので何とも言えないですけどお金のの問問題題じゃないんでですすねねアーティストはやっぱりううん、内容だからそれがまあ世界レベルであっても個人レベルであっても自分がワクワクするとか楽しそこに出してみたいって思う展示であればそれが 3, 3万円だろうが30万円だろうが。 自分でもし出せれば出します。そうですね。ただ、その、はい、今回、あの、はい、佐々木さんが行われる。はい、ハワイで行う個展というかね、はい、その展示会は。それに、評するものなんですか?はい。だか僕からすると、プロ野球選手が草野球に出るんじゃないかなっていうイメージになっちゃうんですけど。<laughs> あ。それは、だから、もう金額だけでは、ちょっと判断でき。お金じゃないですね。大会のレベルですでです。うん、だ,だから。それは、私は、今は、ちょっと、まだ。判断してません。あ、なるほど。はい、もし、で、もし、出てくださったら、もう。 要はトップアーティストですよね。ムスのハワイのと。うん、まあそうなのかもしれませんね。うん、はい。えっと佐々木さんの一回目に小山田さんが出てたんですか。はい、で出ていただきました。あ、そうなんです、はいそ。その当時はもうめっちゃすごい人だった。ね、僕も小山田さんのサイトを見させていただきました。<laughs> はい、想像以上になんかこうしっかりとされたサイトとか思って、これ作品授与やって、あ、やっぱそれでね、あの今受賞されてるとか来て、あ、やっぱすごい人なんだなってな理解できたんですけど、それは、えー、受賞された後に出てたんですか一回目。 えっと受賞される前に出てられてたんですか。19年17え受賞が17年ですね。それであのうちの展示会が19年ですね。ですから受賞後ということです受賞後。はい。だから受賞前に出てたらその。 五十万円出す価値あるなって聞するんですよね。それクラスの人混ざってました？あ、私の方から見ました。そうです。でもそういうのが将来混ざってます。だからハードルを下げたら小山田さんクラス現れますよとね。そうしたら、あ、あまさに。俺がスポンサーやってたんであのあの世界的な人、<laughs> 俺も言ってたんだよ。俺第一発見者だかって言えたら五十万円勝ちゃいますけど、後から来てたらなんかちょっと発掘の価値ないんじゃないのみたいな。 不穏な空気の中アーティストを呼び込み基地改正を図る志願者だが虎の猛攻は止まらない展示会を開く夢への道は途切れてしまうのか次回最終話男の挑戦その一部始終 に届けよ本当、やばすぎますよ。<laughs>